はい、今日もあなたと役所天国。はい、ということでね、ポンポンカッターでね穴を開けて、今からねこの種をまいていくんですけども、先ほど電話が鳴ったじゃないですか。で、業者さんがね、話に来ました。保冷庫の業者さんがね、はい、結論から言うとね、ユニットの交換、いわゆる冷媒のユニットを、まあ、変えてくれると、交換ということになりました。まあ良かったですね、ほっとしましたね。で、まあまあ実際に、で、あとまあもうちょっと2週間ぐらいかかるんですけど、今現状なんとかね動いてますので、2週間ぐらいかかりますがよろしくお願いしますということでね、まあパチパチパチなんとかね欲しい結果を手にすることができてよかったです。まあ結構今回はね半年だったんでね、これが1年、多分1年過ぎたらもうアウトだったんですよ。だから逆に言うとね、来年であれば多分交換は応じてくれないですよね。はい、なのでまあなんていうんですかね、まあこういうのはね、僕はそういうことはあまりしたくないんですけどね単刀直入に変えてくださいということをねひたすらお願いしたんで、で交換の時もね、今日の営業の人がね立ち会ってくれるということで、まあ良かったです。ほっとしましたね。これで多分まあね、冷媒ユニット交換して多分ね、ただ構造的な何て言うんですかね、問題でないことはないのでね、どっかが破損したり壊れてるっていうことではないので、まあメンテナンスはある程度自分でやっていかなきゃいけないんですけど、つってもねそんなに難しいあれではなくてね、多分まあちょっとね保冷庫がね、例えば昔は4坪でかいでしょ、でかかったからその分ね、何て言うかな、中の空間が広い分だけ詰まったりしないみたいなね、あまあそれもあるだろうなって。やっぱ今回狭いのでね 1.5 坪、なね、まあパワーも多少違うのかも分かんないけど、そういうことでねいろいろ説明聞いてね、ふむふむということで、まあ何でもね勉強でございますね。こうやってねいろんな、まあ何でもそうですけど、機械とか物というのは壊れてきますから、まあ人間も壊れますけど、やっぱそれについてやっぱりこうやって勉強してね、メンテナンスをしていかなきゃいけないわけですよね。はい、まあなんとかね短期間で本当に1日2日今日で3日かね、それでなんとかね気づいてから、まあ今回の業者さんはね、まあ最初だからこう言ってはあれですけど、僕がよっぽど強く出なければね、多分修理ねでお茶に濁そうっていう感じだったと思いますがね、もう絶対にダメだということでね、変えてくれと一点張りでとにかくね押しましたので、まあそれが良かったのかなと思いますが、あとはまあねちょっとね、今回来てくれた方はそのとあるね、そのいわゆるこうそこそこ大きい会社なんですよ。で、なのでそのまああれですけど、今回のねその店長さんの上のね、その専務さんみたいな、その本社の人に連絡するとね、そこで交渉するということをねお伝えしたので、それも聞いたのかなとまあよくわかりませんがね、だからあれですよ、人生2つ目の保冷庫だったから、それも良かったですよね。もし初めてでこの状態になってたら、多分ね言いくるめられた可能性はありますだからね恐ろしいですよね。やっぱりね、当然向こうは業者なので もちろん詳しいわけですけど、実際に僕はね千葉時代にそうやって4坪建てて、それの経験があったのでね、
相手の言ってることに対してのどうのこうのっていうのがある程度分かるのでね、それも大きかったかなと思います。これがね、もし1台目でやったら向こうが言ってることが分からないじゃないですかね。なので、あ、これは破損ではないですみたいなね、言いくるめられてた可能性は十分あるので、まあね、でも本当に2週間後にちゃんとユニット変えてくれるかどうかはね、まだ最終的にそう言ったもののね、いや、あの話はみたいなことはならないと思いますけどね、大丈夫だと思いますが、こうやってね、一つ一つクリアしていかなきゃいけないですね。まあ、これはね、今回はホレイコでしたけどね、去年からいろんなものがこうやって壊れていくわけじゃないですか。ホレイコは結構ね大きいわけですけど、はい、一つ巻きですね。こうしてまたね、僕も一つ勉強させてもらいましたね、ホレイコね、かなり詳しくなりまして、まあ業者さんを相手にするっていうのはね、僕のようなこういう個人の農家はやっぱりね、基本的にはハードルが高いわけですよね。特に新規就農をねしたらね、右も左もわからない業界に入ってくるのでね、しばらくかかると思います。だから皆さんね、新規就農して最初のね何年かはやっぱり皆さん苦労するっていうのがこれでわかるでしょね。やっぱある程度いろんなことね、その何ていうんですか、この 業界の雰囲気とかね知ってないとやっぱりね難しいと思います。これはね、今回本当にだからね、もしね千葉時代にバカでかいやつが壊れてたらね、ね、私本当に多分変えてくれたかどうかわからないですね。しかもまあ1年以上経ってたら多分もうね応じてくれないので、半年だったからね、去年の6月だったのでね、まだなんていうんですかね、ある程度早く壊れてっていうかね、早くそういう症状が出てよかったですよね。はい、まあでも今回やっぱり話聞いて思ったのは、やっぱりでかいものをやっぱり立てた方がいいね。やっぱり小さいとやっぱりちょっと不具合が出やすいというのは言えると思いますね。なので皆さんね、ホレイコね、僕のは今回 1.5 坪、一番小さいやつか、一番小さいのが1坪だから、それよりかはあれだけど、ね、1.5 坪ですからね。ということでね、なんとかなりそうでよかったです。ね、こうね、もしね公演前にねこれ解決してなかったらね、ちょっとやっぱりね気もそぞろというかね、なんとかまあどっちにしろね、どういうあれにしろ解決のそのね道筋が公演前に決まってね、ほっとできましたね、よかったです。これを抱えたままね関東に行くのはなかなか忍びないね。
あとはね、日曜日雪が降らないことを祈りますが、どうですかね。天候に関してはできることは何もありませんので、これまた祈るしかないですね。そう、農業とはね、自分でできることって本当になくてね、自分の努力って本当に小さいなと思います、ね、農業の世界に入ると本当になんていうのかな、自分の非力さと無力さとね、己の器の小ささと自分のダメさ加減と常にそういうものと向き合うわけですよね、毎日毎日ね。だから本当にまあどんな仕事でもそうだと思うんですけど、やっぱり自らをやっぱりね向上させていかないとダメなんですよね。やっぱりそれを本当に求められるなと思います。だからやっぱりあれですよ、こうなんていうかな、こういいなんていうかな、身のある苦労をして大変だけどね、でも絶対にこの仕事は価値があって、あなたにとってね、で自分が辛いかもしれないけど、これをやっていけば必ずなんていうかな、あの魂がね喜んでいると、ね、思えるかどうかだと思うんですよね。だからなんかいろんな意味でね、変なこうブラック的なね、そういう仕事も世の中にあるとは思いますけど、そういう苦労はねする必要はないと思いますけど、いい苦労をねやっぱりすべきだろうなというふうに思いますよね。はい、農業はねそういう意味ではあのとてもいい仕事だと思いますね。基本的に理不尽なんだもん天候というものとね、これだけ向かい合う仕事ね、第一産業って漁業林業ありますけどね、やっぱりこれだけ向かい合ってる仕事、第一産業はやっぱり僕は素晴らしいなと思うんですよね。まあ他の仕事もいっぱい素晴らしいものはね あると思いますが、やっぱり鍛えられますよね。毎日がある意味不安でね、毎日が本当にこううまくいくことが少ないわけですよね。で自分がどれだけ頑張っていてもね、野菜ができないこともあるし、まあ大体はできますけど、でもこうやってね買った新品の、しかもあのね、僕は軽トラにしろあのトラクターにしろ中古でしか買いませんけど、今回だって新品だもんね新品のホレゴが、なんで新品が壊れんだって話で、やめてって話なんだけど、しょうがないよね、そういう運命だったんでしょう。こうやってさ、ローン会社を始めたばっかで、まだあと4年もあるのに、壊れてどうしようってね、こう言っちゃあれだけど、高田はまあね100万ぐらいの百数十万のね、あれでもやっぱり結構ドキドキしますよね。だから自分の器の小ささが露呈しますわな。こんなことでビビっててどうすんだと、やっぱりね頑張らなきゃいけないですね。常にこういうものと毎日向き合うっていうことですよね。今回はなんかね、まあなんとかなりそうだったけど、多分ね、なんともならないことが必ず襲ってきますので、だから農業は頑張らなきゃいけないですね。
よいしょ。はい。な長さ的にはね15メーター、もうちょっとあるかな、15、6メーターぐらいですね、半分ね。はい、ちょっと風が緩んできました。トンネル張っちゃいましょう。パーパーはなしでね、2月もねパーパーはなしで、ちょっとね後ろに引っ張るね、パーパー1枚かけるだけでね、随分ちょっとあの生育が変わってきますんでね。はい、ということです。いろんなことあるね、人生ね。農業は人生というか農業は大変だね、大変だと思いますよ本当にね。まあいいや。はい、ということで支柱まで立てますか。こういうふうにね、あのだいたいこの土のところで ここでこうやって支柱って壊れていくでしょ。だからこの支柱を取っといて、ここにこうやって輪っかをつけることで釣り竿ができるんですよね。なのでこうやって破損したやつをね、あの使っていけばいいので、全然ね難しくないと思います。明日刃物をね巻こうと思います。なんとかねノルマがありますからね。帰ってきて、で公演終わって帰ってきて、来週ね天気がこうやっていい時にね、結構またあの雨が降っちゃいましたんでね、少し乾いてからじゃがいもをね、後半戦を、始めようと思います。シャドークイーン、十勝小金あたりですね、ノーザンルビーとね、あと残り種芋5、60キロで終わりですので、できるだけねもうどん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 種芋を少なくしていこうというふうに本当にね思います。でね、まあちょっと今年できないですけど、袋栽培ですよね。別にあのじゃがいもって別にハウスの中でやあの置かなくてもいいです。その袋にこういうあの肥料袋にね、あの土入れといて、そこにギュッと押し込んでね、でこうやって並べておくだけで多分ジャガイモできると思うんでね、こうやってあのだいぶね、まあ、ある程度それは量を作るってなったらもうあれですけど、私のようにこうやってどん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 ね数を減らしていくね、ジャガイモがもうこれで多分100キロでももうあの少しずつ減らしていけば、多分例えばね70キロとかであれば半分の35キロを多分、そうするとね袋で300袋とかね、株数でいうと3、400株だとするとね、300袋ってなるとね、だいたい30センチ置きごとに100袋3列並べればいいだけでしょね。そしたらもう畑でやじゃがいも作らなくてもいいということになるわけですよね。そうするとねだいぶ楽になりますよね。まあえちらおちらその袋に土入れてね並べて、で種も上から差し込むだけですから、どっちが楽だって話になるわけでね。でも管理機でこうやってぐるぐるやらなくてもいいので土寄せしたいし、どっちが楽なんだか、年取ったら袋の方が楽かもしれないよね。はい、そんな風に思います。どうなんですかね、ぴったりだ。
こうやっていいことがあるとやっぱりこうやってぴったりだね。はい、少しずつ我が農園もうまくいき始めてるのかね、よくわかんないけど、まあ自分で言うのもなんですけどね、だいぶいわゆる新規就農ということに関して、まあこの農業もそうですけどね、いろんな苦難をね味わってきました僕はね。そのことに関しては割とね僕は自信があるんですよ少しは運が向いてきているんでしょうかね、よくわかりませんが、今年ね講座もね2年目に入ってきますのでね、これもうまくいけばいいなと思います。一人でもね多くの人に受けていただいてね、僕のこの無農薬で野菜を作るという技術をね分かち合いたいというふうに思って始めましたのでね、何回も言いますけどね、無農薬で野菜を作るということはそんなに難しくありませんね。実際に今私がこうやってやってるねこの YouTube でこう全部技術を公開しますけど、このやり方でやっていただければ実際年間でね365日畑には常に12品目以上畑が実際に野菜があるわけですからね、私自身がそれを証明していると思いますね。でこのやり方をそのままね落とし込んでますので、何回も言いますがね、ぜひね皆さんこの技術を習得していただければプロになることもできるし、家庭菜園でね一旦二旦という小さい畑をねそこで小遣いを稼ぐことも可能だということですね。ぜひ頑張ってね、言うほど難しくないですね、本当に別にでそんなにこうね勉強することでもないですね。やり方をちょっと覚えていただければというふうにね、それぐらいの話でございまして、よし、デロンデロンだから、今日ねだからそういう意味ではまあ欲しい結果を手にしたんで良かったですけど、さあ明日明後日ですよね、雪が降らないようにね祈りたいんですけど、どうなりますか。毎日が勝負であり毎日が祈りですね、本当にそう思いますこの仕事はね。でもだからこそ価値があるんでしょうね。いい時もあればそうでない時もあるね、粛々と全部ねその運命を受け入れてやっていくしかありませんね。よいしょ、はい、これでトンネルを張っていきます。風が出てきたね、今日はここまでにしておきますか。取れてんのかなこれ取れてない時にはさ、取れてないよって言ってくれればいいけどね、このアクションカメラもね勝手に止まっちまうし、勝手に大丈夫撮れてるみたいです、よかったですね。はい、ということで大根の8番手ですね、8番手の春大根もこれで、終盤ですね。あとここねちょっとここ今空いてるところここで9本目10本目、ね2月のおそらく10日とかね、でまた2週間後2月の24ねで、それでトンネル栽培終わりですね。で3月に入って
多分1回か2回巻いて終わりですね。それはもうあのトラクターかけてそのままもうクリーンシーダーね、端切りでバーンともうあの巻き捨てですね。それでもういいかなって感じですね。もうマルチは張らずにやろうと思いますね。多分もうそれは使うか使わないか分からないんでね、5月末までですから6月に入ってまでね大根は出荷しなくても、おそらくもう6月に入ればズッキーニとかトウモロコシとかね夏野菜が出てくると思いますので、大根はね5月末までね、3月の頭から3月4月5月とね、これが春大根のね役目でございますね。それがノルマですからね、この人たち頑張ってとねいうことでございます。はいはい、それではまた。